A 商店、B 商店、どちらも同じ20万を稼いでいますでも A 商店は自分が今問題を抱えているということにすら気づけないんです今日もお疲れ様リラックスしてもう一頑張り財務リスク研究所の横山です 皆さんは経営計画というふうに聞くとどのような印象をお持ちでしょうか。まあ自分には関係ないとかですね。あるいは逆にこう身構えてしまったりという方も多いのではないでしょうか。それでは皆さんにお尋ねします。A 商店と B 商店という二つのお店があるとします。A 商店は何も計画を立てず、十二月の決算で締めてみたところ二十万の儲け、すなわち利益。 お金が出たことが分かりました一方 B 商店ではスタートの1月時点で50万の儲けすなわち利益お金が出るという計画を立てましたそして12月の決算で締めてみると20万の利益が出たことが分かりましたさてどちらのお店が健全に経営を続けることができると思いますか 答えは B 商店ですなぜなら B 商店は50万の利益が出ると予測していたのに20万円しか儲かっていないのですから差額30万は何らかの原因で儲け損なっていたということに気づけるからです。そして利益を減らしていた原因を突き止め改善策を実行すれば次年度は 50万の利益を達成できる可能性が高くなりますこれに対し A 商店は決算によって20万の利益が出たという事実しか分かりません本当はもっと儲かっていたのに20万しか利益を稼げなかったのかあるいは経営努力が実を結んだ結果20万の利益を残せたのか そのの違いいに気づけないのです本当はもっと儲かっていたのに20万円しか利益が出せなかったのであれば「A 商店」では何らかの問題を抱えてしまったことになりますが利益の予想を立てていなかったために黄色信号が点滅していることにも気づけないのです。問題を放置ししたこととによってもしかすると来年は 赤字になってしまうかもしれません。私も数多くの経営者の相談に乗ってまいりました。けれども、赤字の事業者に共通するのは皆さん決算で締めてみないとわからないということなんですよね。で、決算を締めてみてまあ、初めて赤字だという風うに分かったとしてもですね。これはもう後の祭りですし、新たな手を打とうにもですね。間に合わないということなんですよね？つまり経営計画は？ 自分たちが正しい方向に進んでいるかどうかを確認するま地図やですね羅針盤のようなものなんですよねですから全く知らない土地でですね地図を持たずに歩くというのはこれは道に迷ってしまうのと同じでやはり経営もですねこういった経営計画というものがないとですねどうしてもうまくいかないということになってしまうんです それでは経営計画の重要性にはご理解いただけたと思いますので簡単な経営計画を作ってみましょう経営計画といっても初めから完璧なものを目指す必要はありません重要かつ簡単なことから一つ一つ進めていけばよいのですそれでは皆さんにお聞きしますが商売を続けるためには何が重要でしょう いくつも思い浮かんでくるとは思いますが、まずは利益が大切です。利益が出なければ、商売を続けていくことが難しくなるからです。そこで最初に利益の計画を立てることが必要となります。このような簡単な表を用意し、経費をどのくらいかければ売上利益はどのくらい出るのか、それを考え、 数字を記入してみてくださいできれば6ヶ月から1年先分ぐらいまで作れるといいですね一つ目のコツは過去3年分ぐらいの実績を参考にして計画を立てることです表を数字で埋めることが目的ではありませんので適当に数字を入れてはいけませんあくまでも 実現可能な数字を知ることが目的ですので、まずは過去の実績をベースに計画を立ててみてください。二つ目のコツは売上の季節変動を考慮することです。二月、八月、いわゆる日立で売上が落ちやすい飲食店、夏の海水浴シーズンに。 最も売上を稼ぐ海の家。冬のスキーシーズンに最も売上を稼ぐスキー場など。季節によって売上が大きく変動する事業者さんは。こうした事情も反映させるようにしてください。利益はいくら必要なのか。それを明確にしておきましょう。今回は自分の生活費は。 利益から出るものとしますつまり利益イコール生活費となります例えば去年の実績である第5期の1年間の利益は300万円だったとします毎月の生活費が30万円必要な事業主であったとすれば利益は360万円必要となりますしかし 去年の延長線で経営を続けていればまた今年も利益が60万円足りなくなる可能性が高くなりますからどうやって360万の利益を確保するのかあらかじめ計画を立てておく必要があるのです。また不足する60万円を12で割れば少なくとも毎月5万円以上 去年よりも利益を稼がなくてはなりませんがどうやって売り上げを増やすのか減らせる経費はあるのかなど具体的な対策まで考える必要がありますさらにいつまでにそれを実行するのか期限も決めておかないとせっかくのアイデアも絵に描いた餅で終わってしまいますななぜならお店に例えば 目の前の仕事に追われついつい後回しとなってしまうからですいつかやろうそうやって問題を先延ばしした結果が今まさに利益減少という状況をもたらしているのです今自分は何をすべきかそれが分からずですね毎日仕事に追われて惰性で一日を終えている経営者と逆にですね自分は何をすべきか これははっきりとま自覚してま毎日ですね。少しでも問題解決のための努力をしているそういった2人の経営者がいた場合、果たしてどちらが60万の利益を手にすることができるでしょうか？そうです。後者の方です。時間は24時間36。5日、誰にでも平等に与えられています。それをどう生かすかはあなたの行動にかかっているのです。 そして経営計画があれば忘れそうになった時や今自分が何をすべきか迷ってしまった時今自分は何をすればいいのかということをですね思い出させてくれますそうすることによって行動にブレがなくなったりですね、あるいは利益につながる行動というものが取れるようになるのですこのように経営計画がいかに経営者にとって大切なものか